皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この動画では、作曲する際に参考になる和声やコード進行について解説しまう。今日のテーマは、和声の禁則その2、だぜ。その2?その1なんてあったっけ?終わりなんだぜ。と言っても、その1は私たちが解説したんじゃなくて、このチャンネルが解説された初めの頃に、中の人が音声なしで解説した黒い背景の動画なんだぜ。中の人って誰?まあ、このチャンネルの管理人ってところなんだぜ。ふーん、なんだかよくわからないけど、そういう人がいるのね。その1、で和声を学ぶ際に一番最初に出てくる、連続8度、や、平達5度、などについて解説されていたぜ。ああ、禁則、って言っている割には、ドビュッシーとかが余裕で破ってるやつね。ほう、よく知っているな。霊夢にしては、今回はその2、として、構成音の省略、についてだぜ。構成音、省略?なんだか、また難しそうな言葉が出てきたわね。言葉だけ聞くと難しく感じられるかもしれないけど、和声の禁則ってのは、根本的な考え方だけ押さえておけば、そんなに難しくはないんだぜ。根本的な考え方?どういうこと?それは、綺麗じゃないから禁止する、ってことなんだぜ。確かに、綺麗じゃなかったら嫌だもんね。とにかく、今日のテーマ、構成音の省略、について解説しよう。よろしくお願いします。構成音、っていうのはその名の通り、和音を構成している音のことだ。Cメジャーのコードで言えば、ド、ミ、ソ、だね。そうだな。この構成音の中で、省略してもいい音があるんだぜ。え、なくしてもいい音ってこと?そうだ。試しに、Cメジャーのコードの構成音を、一つずつ省略した和音を聞いてみよう。どうだったかな?どれも綺麗に聞こえたわ。確かにこれらはどれもハモる音程だから。どれも綺麗に聞こえるんだ。それじゃあ、質問を変えて、どれが C メジャーのコードに聞こえたかな ?C メジャーだから、楽しい感じの和音だよね。楽しく感じたのは、最初と最後か。そうかもな。しかし、最初の、ド、を省略した和音は、果たして C メジャーに聞こえるのか?あ、そうか。C メジャーって、ド、が一番大事な音だから、なくしたらダメかもね。そうなんだぜ。というか、C メジャー、という前提で和音を聞いてたから、最初の和音も C メジャーだと思ってしまったかもしれないが、実は最初の和音は C メジャーじゃないんだ。あ、み、と、そ。ってことは、Bマイナーってこと?その通りだぜ。C メジャーっていうのが頭にあると、最初の和音も楽しそうな和音に聞こえちゃったけど、実は悲しい感じのマイナーコードだったって、なんだか不思議ね。そうだな。ついでに言うと、メジャーコードもマイナーコードも、どっちも明るい感じと悲しい感じの音程が含まれているんだぜ。どういうこと ?C メジャーの和音は、ド、ド、ミ、は長三度、つまり明るい感じの音程だ。そうね。でも、ミ、ド、ソ、は単三度、つまり悲しい感じの音程なんだぜ。ほんとだ、知らなかったわ。それから、悲しい感じのコードの A マイナーで見てみると、ラ、ド、ドは単三度で悲しい感じなんだが、ド、ド、ミは長三度で明るい感じの音程になるんだぜ。ほんとだ。メジャーにもマイナーにも、どっちも明るい音程と悲しい音程が含まれてるなんて、なんだか不思議だね。でもそれじゃあ、なんで明るい、とか悲しい、とかの雰囲気を感じられるの?それはやっぱり、そのコードの第一音を主役として、第三音がそのコードの雰囲気を決める重要な役割を担っているからなんだぜ。第一音と第三音が、そのコードの雰囲気を作ってるってことね。そういうことだぜ。というわけで、改めて今回のテーマについて考えてみよう。コード構成音の中で、省略してもいい音はどれかな?第五音だね。正解。そう言われてみると、第三音の、み、を省略した和音は、明るいのか悲しいのか、よくわからない和音に感じられるね。そうだな。この楽譜の2番目に示した、第三音を省略した和音は、空虚5度、と言って、和声楽では禁止されているんだぜ。空虚、っていうのが、空っぽな感じに聞こえるこの和音の特徴を、よく表しているわね。ただし、この和音が美しいのは事実なんだぜ。
美しい？実は、世界で初めてハモった和音が、この、空虚語ド、なんだ。初めて？古い教会音楽では、この空虚語ドだけで作られている音楽があるんだ。これだけで？しかも、空虚語ドが使われているのは古い音楽だけじゃない。現代のロック音楽でも、空虚語ドはパワーコードとして多用されている。ロックでも？空虚語ドって、禁止されてるんじゃなかったの？禁止されているのは、クラシック音楽のバロックからロマン派までに体系化された、和声楽の中だけなんだぜ。絶対にダメってわけじゃないってこと？音楽に絶対ダメ、なんてものはないんだ。人々に好まれる音楽なんて時代によって変わるし、そもそも音楽なんて、聞いて気持ちよくなれたらそれでいいんだよ。なんだか、和声楽って何なのか、わからなくなってきちゃったわ。和声楽というのは、ある時代に民衆に好まれた音楽の傾向をまとめたものに過ぎないんだ。言い切ったわね。炎上しても知らないわよ。おいおい、霊夢も最初に言ってたじゃないか。ドビュッシーなんかは、余裕で和声楽の禁則を破ってるって。確かに言ったわね。でもまあ、別に和声楽の禁則を破ってもいいって考えると、ちょっと気楽に思えるわね。そうだろ？ドビュッシーがどうやって和声楽の禁則を破っているかについても解説したいんだが、それだと動画が長くなりすぎるので、今回はこれくらいにしておくぜ。ドビュッシーについては、私も言いたいことがあるわ。ほう、ドビュッシーについては詳しいんだな。霊夢にしては、ああ、一言多い。それでは、ご視聴ありがとうございました。また見てねー。